ゆっくりの、怖ーくない話。シャンプーが美味しすぎて辛い。2チャンネル、VIP に恐ろしいスレが立った。シャンプーが美味しすぎて辛い。1位白椿、シャンプーの苦味を抑えた喉越しで堂々の1位。いわばブルシャン界のお嬢様、ストレート、お湯割り、どちらでもいける。苦味が少なく薬品的な味はしないので初心者にもおすすめ。あえて言うならば多少粘つきがあるか。あれ、冒頭で怖くない話って言ったけど怖い話かもしれません。2位と3位も書かれていますがどちらもイカれていますね。さすがのビッパーたちもドン引きでしょう。俺はリンス派、やっぱ今の時期お湯割りがいいよな。俺はウッチャン派。あれ、いつからビップは気違いの集会場になったのでしょうか。アジエンスは水割りお湯割りストレート試したけど正直まだマシェリの方が美味しいレベル。シャンプー特有の苦味ばかりが先行してしまって制作者はシャンプーを飲む場合を想定してないと思う。飲むことを想定してるわけねえだろ。グルシャンイコールグルメシャンプー、グルシャン会、朝からとんでもねえスレだ。朝の8時からこんなことやってるのマジでヤバいですね。自分の頭がおかしいっていう自覚は。この世界で仲間はいるの、オフ会とかある、それとも日本で君一人だけ。常識ある人たちもいました。ああ、遅れてるね君たち。今じゃグルシャンは流行の最先端。109や109の2にも最近グルメシャンプー専門店やグルシャンサロンが続々とできてるの知らないの。あれ私が知らないうちに109は方向性変えちゃったんですか。何このスレ、悪いものが体内に蓄積されそうだな。シャンプー食べて体に不調とかでないの。初心者多そうだから一応の味方紹介しとく。誰も求めてないので大丈夫ですよ。水割り、深めのグラスにシャンプーを注ぐ。濃さは人それぞれだが、水で 12.5 倍に希釈するのが公式とされている。水を注ぎマドラーでかき混ぜるのだが、シャンプーが下にこぞまないように斜めにかき混ぜるのがコツ。泡はテスティングのコンサルタントならばの無のもかだが、フォーマルな場では専用のグラスに吐き出すこと。一切需要がないのによくかけますね。シャンプーのメルトは知らなかったわ。質問なんだけど初心者がストレートはきつい。あ、需要あったようです。シャンプーにもよるんだけどストレートでも全然問題はない。ただ喉越しが悪いものとか、苦味が強いものはグルシャン初心者には敬遠される傾向があるみたいだね。やっぱ頭には悪いみたいだな。マジで飲むのか、頭狂ってんのか、コキペかよ、釣られて、グルシャン、ってググってしまった俺に謝れ。お前俺、ググっても何も出てこなかった。これをちょっとでも信じるとかやっぱりビッパーは普通じゃないですね。資生堂は成分がヤバそう。飲むことに関してはどこのメーカーも成分ヤバいだろ。今まで同じ趣味のやつと会ったことある。体調壊したことは、リアルではないかな。ネットならあるよ。でももうすぐグルシャンサロンができるらしいから休みには行こうかなって思ってる。体の心配とかしてる人いるけど、確かに始めたばっかりの頃は喉の調子が悪くなったりもしたけど、ストレートばっかり飲まなかったら大丈夫。そこら辺はお酒と変わらない。体よりも頭の方が心配だよね。スーパーリッチ飲んでみた。ちょっと怖かったから水割りして飲んだけどかなりハマりそう。次はストレートで飲んでみるわ。真似してしまう人も現れてしまいました。まあ息が死んでないなら平気なのかな。ロックもいけるよ。ただ初日はまだ喉慣れしてないから飲みすぎると中毒になって死ぬよ気をつけて。初日は死ぬそうです。シャンプーは単品でしか飲まないの。例えばご飯にかけたり。あの、それ本気で言ってるんですか？それともバカにしてるんですか？シャンプーは飲み物ですよ。あなたお酒をご飯にかけるんですか？かけませんよね。それはご飯に対してもコーラに対しても失礼ですよね。コーラはどっから出てきたんだ。58さんは本当に失礼な人で謝ってほしい。不快だ。切れすぎだろ。今のうちにお茶漬けに謝っといた方がいいぞ。それは違うでしょ。お茶とシャンプーを一緒にしないでくださいよ。シャンプーは純然たる嗜好品にして純然たる飲み物であって、お茶は原料ありきの加工品です。何に切れてんだこいつ。あとシャンプーは純然たる飲み物ではないぞ。これいいのか。どんなタイミングで飲むんだ。晩酌みたいな感じか。グルシャン会にもカクテルはあるの。質問が増えてきましたね。このスレはまとめに乗る。あ、白椿色でお願いします。白椿色、このままでいっか。シャンプーは飲み物だという固定観念にハマってるのはどうなの。もっといろいろな味わい方を研究すべきじゃないのか。悪いんですがあなたとはお話にならなそうですね。まず第一にシャンプーを飲み物だと決めつけているとおっしゃっていますが、決してそんなことはありません。シャンプーはシャンプーです。頭髪を洗うためのものです。ここを履き違えている人間がグルシャン界の住人を名乗れるわけがありません。しかしそこをあえて飲む。このかすかな背徳感、これこそがグルシャンの醍醐味なのです。あえて本来の用途とは違う使い方をしているからこそ礼を尽くす。これがグルシャンの大前提マナー。あなたはこれを理解してない。まだスタートラインにも立ってないんですよ。ちょくちょく切れるのやめてもらっていいですか。いつものことながらお前らには驚かされるな。これマジなん。なわけねえだろ。マジかどうか聞いてる人が少数ですがいて驚きます。ネタスレ楽しめないとかリップにいても楽しくないだろ。まとめブログさん紫で、朝からレベルの高いスレだな。すでにくじを回っていますが、ここにいるのはやはり寝るタイミングを逃したニートたちでしょうか。でもシャンプーを飲むことによる身体的なメリットはないと思う。メリットデメリットで語るのは間違ってますよ。あなたはお酒を飲みますか？タバコを吸いますか？それらは身体に害をなしますよね。同じことですよ。グルシャンも。あれ？言い返せないぞこれ。グルシャンはそんなに、おかしくない、のかな？バカが釣られて飲んで病院送りになりそう。諦
明らかにネタなのにまさか本当にマジなんじゃないか、と思わせるレスたちだな。シャンプー舐めてみたい欲求が高まってきた。確かに妙な説得力はあるんですよね。ボディーソープは飲まないのか。あのね、そういう傍観者的立場を気取るのは良くないと思いますよ。言わせてもらいますけど、グルシャンへの第一歩は好奇心から始まるんです。普段とは違う用途、日常からの脱却、挑戦、ボディーソープが気になるならまずは自分で飲んでみることから始めてみたらどうでしょうか。妙なスイッチ入りましたね。椿舐めてみた。まだ口の中が気持ち悪い。おい。この人マジで試したのかな。今年一番ビップっぽいスレッド。ビップをバカにすんじゃねえ。バカしかいないけどさ。カクテル的なこれとこれを混ぜるといいよっていうおぬぬめがあれば教えてください。79にも書いたけど俺は混ぜせんじゃないからね。むしろそういう安易にシャンプー本来の味を損ねるような行為は推奨しかねるよ。ちなみにシャンプーの一番美味しい瞬間は買ったからに喉が渇いた時、ボトルキャップを外して、飲み口から一気にドクドクと粘ついたシャンプーを苦味と共に一気飲みする時かな。ウイスキーの炭酸水割り、ビールのトマトジュース割りのようなものが、シャンプーにもあるのでしょうか。何回も言わせないでくださいよ。割るなら水かお湯、トマトジュース、炭酸水、その味が楽しみたいならトマトジュースなり炭酸水なり飲んだらいいじゃないですか。シャンプーはシャンプーなんですよ。それ以外の何物でもない、お湯や水で薄める分ならまだしも、その他のものを加えるなんてそれは侮辱なんですよ。シャンプーってなんだっけ？あのね、あえて言わせてもらうなら、あなたはコーラにトマトジュース混ぜるんですか？そんなことしたらめちゃくちゃな味になりますよね。本当に失礼な方だ。シャンプーをなんだと思ってるんだ。この人たまに同じレスに複数回食ってかかるんですよね。2回目はだいたい切れ気味でちょっと怖いです。浅はかな考えをしてしまい申し訳ありませんでした。グルシャン会というものを全く理解していなかった事例をお許しください。いや、俺も言い過ぎましたよ。シャンプーで例えるならマシェリとアジエンスのようになりたいですね。本当に。何言ってんだこいつ。素直に1すごい、オレンジボトルのエッセンシャルしかないんだけど、これはどうなのかな。確かに文章を書く能力はすごいと思います。前に真似してみたら泡吹いて倒れて以来、神って呼ばれてるわ。絵の具なら飲んでた。黒が一番濃くがあった。お前ら昆虫か何かなのか。昆虫ですら食べないと思います。もっとグルシャンを世に広めるために1話4つ目あたりにグルシャン動画を上げるべきでは。お湯あり画像くらいならともかく、あまりそういうステマのようなことはやりたくないんですよね。わかる人だけわかってくれればいい。というか、無理して他人に押し付けたくないんですよ。グルシャンはいわば本来の用途とは違う使い方でシャンプーを取り扱う。いわば乖離してしまった状態ですからね。1は別に世に広めたいってわけじゃないんじゃね。その通りです。まああえて付け足すならば、こちらの世界に来たい、けどやり方もシャンプーの選び方もわからない、そんな人たちの助けになれたら、と思いましてこのスレッドを立てさせていただきました。まとめられてる。すでにどこかにまとめられたようです。閲覧注意ってついてんじゃねえか。これ閲覧注意って付けた方がいいレベルなの。1助けて、調子に乗ってスーパーリッチ飲み干したら喉が熱いし痛い、こういう時の対処法を教えてください。GSOT、グルメシャンプーオーバードーズ、の時は水をたくさん飲んだ方がいい。グルメ、なんだって。体がまだ慣れてないからシャンプーの油分が喉に膜を張ってしまっているんだと思う。最初のうちはまだ喉にヒダが残ってるから少量ずつって言いましたよね。変な用語まで出てきましたね。そしてこの対処法の書き込みが最後のレスとなりました。いかがでしたか？一応言っておきますが、絶対真似しちゃダメですよ。食べて許されるのは高級ティッシュくらいです。あれちょっと甘くて美味しいんですよね。嘘です、ティッシュも食べちゃダメです。皆さんはこのスレどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。